今回は、元金プリ、岸優太さんがジャニーズ事務所を対処したことについてお伝えします。岸優太さんは、9月30日をもって約14年間所属したジャニーズ事務所を対処しました。岸さんは同日、会員制有料サイト、ジャニーズウェブぶちのブログで、ファンにメッセージを投稿し、感謝の気持ちを伝えました。岸さんは、 2018年に6人組グループ、キングプリンスとして CD デビューしましたが、昨年11月に平野翔さん、神宮寺優太さんと共にグループを脱退することを発表しました。平野さんと神宮寺さんは脱退と同時に対処しましたが、岸さんは主演映画 g m e の公開などが控えていたため、9月末での対処となりました。 岸さんはブログで、過去の自分の口癖はすみませんでしたが今は、たくさんの素敵な方と出会い、たくさんの素敵な経験をさせていただき、ありがとうが口癖になってきてます。本当にありがとうございますと述べました。また、自分のできることを全力でやり遂げる、という決意も共鳴しました。岸さんの対処に伴い、キングプリンスは、高橋海人さんと流せ、 レンさんの二人体制で活動を継続しています。高橋さんと長瀬さんもそれぞれブログで、岸さんへの思いを綴りました。高橋さんは、長い間本当にお疲れ様でした。よく頑張ったね。今になって美だからこそ、あなたとの思い出がたくさん思い出されます。と振り返りました。長瀬さんは、岸さんに出会えてよかったよ。またどこかで。とエールを送りました。 キシさんはグループのリーダーとしてファンやメンバーから愛されていました。特に、グループ名の由来となった、キングの役割を担っていたことから、キンクリの永遠のリーダーと呼ばれることもありました。キシさんは歌やダンスだけでなく、バラエティ番組やドラマなどでも活躍しました。代表作には、仮面ライダーダブル、仮面ティーチャー、G メン、Man などがあります。岸さんの退所後の活動についてはまだ明らかにされていませんが、ファンからは、幸せになる角で、ずっと最高の推し、という応援や激励の声が寄せられています。岸優太さんがこれからも芸能界で輝き続けることを願っています。金プリの岸優太がジャニーズ事務所を退所しました。退所直前の午後9時には、高橋海人が岸に、 感謝のメッセージを送り、十字には長セレンも同様のメッセージを送りました。また、中島健人は、岸殿にショット写真をインスタグラムに投稿しました。岸は、2009年7月にジャニーズ事務所へ入所し、岩橋元気が21年3月31日に脱退し、ジャニーズ事務所を退所しました。今年5月22日には、平野署、 神宮寺ゆうた、平野と神宮寺が対処しました。士は、主演映画の公開などがあり、9月30日限りでの対処を発表していました。現在、士の対処に合わせて、多くのファンが、グループのデビュー曲、シンデレラガール、の MV 再生回数を5000万に到達させようと活動しています。同日午後2時に到達すると、 同日午後2時に到達すると、9月30日をもってジャニーズ事務所を退所しました。岸は会員制有料サイトのブログで、感謝の気持ちでいっぱい、とづり、14年間のアイドル人生を終えました。今後は、滝沢秀明社長の芸能事務所、t u b i への合流が濃厚です。退所後も日本テレビ系、ザ・鉄腕グダッシュに出演する可能性が高く、 10月1日の放送が注目されています。ジャニーズアイドル最後の日まで。らしさ全開でした。騎士はブログでファンに対処の挨拶をしました。ボケながらも、感謝の気持ちを伝えました。今日をもって、最後の投稿となりますが、自分の口から、改めて感謝を伝えさせてください。と書きながら。アップログなんで口じゃないでする手になってしまうんですが、 と一人突っ込みました。約14年間、本当にお世話になりました。あ感謝の気持ちでいっぱいですし、生きてて楽しいと思える時間をたくさんくださりありがとうございました。と綴りました。2018年5月に、シンデレラガールで CD デビューし、リーダーとしてキンプリを牽引したが、今年5月に平野の書、神宮寺歌たと共にブルートを脱退、初主演映画 G メン、 のプロモーション活動を終え、区が30日をもって事務所を対処した。今後は平野、神宮寺を追い、滝沢市率いるトゥービーへの移籍が決定的。昨年11月の対処発表時、目標に掲げた海外挑戦も視野に入れ、新たなスタートを切ることになる。注目は日テレ系、ザ・鉄腕ムダ主シュ出演継続のオムだ。20年4月から企画、 ダッシュ村、などに出演。先月27日に、同番組レギュラーの T を起用、国部大一が、X で、岸らとロケを行ったことを示唆し、翌28日に、番組公式 X が投稿を引用して、詳細は今週の、と予告。番組公式サイトでは、10月1日は、別企画の放送内容が告知されているが、岸の出演について、 何らかの情報が発信されると見られるだが先月17日にキスうまい FT に宮田敏也が X で元同僚北山博光との写真をアップするなど退所組との垣根はなくなり始めている騎士が退所後もダッシュペの出演を続けジャニーズタレントと共演する流れが他の退所者にも広がれば ファンを喜ばせることにつながっていきそうだ。キンプリ二人もブログで思いつづるキンプリの長瀬ンと高橋司会とはこの日、有料ブログで、岸への思いをつづった。長瀬は、岸の笑顔の写真とともに、あなたとの思い出がたくさん思い出されますなんかどれも笑ってますわ、としみじみ。リーダーとして、その役目を十二分に果たしてくれて、ありがと岸さんに出会えてよかったよまたどこか出ると再会を願った。 高橋は、グループから離れてもいつも気にかけてくれて、見守ってくれてました、ると感謝。ずっと頼れるリーダーや、これからも変わらず仲良くお願いします、と呼びかけた。ジャニーズ事務所を対処した岸優太が、有料会員サイトで、犯に、感謝の気持ちを伝える。ジャニーズ事務所は、新体制発表会見で社名変更を発表するとみられ、岸は、 最後の対処者となる。士は昨年、グループから脱退し、今回対処することを明かした。また、高橋と長セレンも同ブログを更新した。士ゆうたは、長瀬との関係を大切にしていくことを伝え、あなたとの思い出は、たくさんあります。どれも笑顔でいっぱいです。リーダーとしての役割を十分に果たしてくれて、本当にありがとう。感謝しています。 と述べました。また、岸士は芸能活動を続ける予定であり、退社した元副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた新会社 2B に参加する可能性が高いです。岸士太ーは1985年9月29日、埼玉県出身で28歳です。2009年7月にジャニーズ事務所に入所しました。彼は、 2015年1月に連続ドラマ初主演作品、お兄ちゃん。